お疲れ様です、吉田さん。最近 USB って使ってます？多分あまり使わなくなったんじゃないかなと思うんですよ。で、それがですね、なんかメルカリに出品されてる例が結構あって、例えば USB1 本1万円とか2万円とかね、普通の USB ですよ。どうしたもんかなと思って想像してみたんですけども、あ、なるほどね、とすぐ思いつくことがありました。それはですね、USB の中に、見えちゃいけないものが映っている例ですよね。まあ、それをなんかね、販売してるらしいんですよ。それがなんかね、タイトルが面白くって、高校生3年間の思い出を詰め込みましたみたいな、あるわけですよ。いや、これね、それだけしか書いてないんですよ。高校生、高校時代のいろんなプライベート、学校でのこととか書いてあるんですよね、説明文に。で、買ってみると、私は買ってないですけどもね。ね、いろいろあるわけですよ。その中にはオチがあったり、やっぱりねみたいなものがあったりとかね。とにかく荒稼ぎしてるらしいですよ。したらがですね、いってらっしゃい。